人、物、金をテキサスへ CCIM のルークです。ここのところ、ダラス都市圏は、まあ、暑い日が続いています。26度ぐらいですから、えー、ホノルルと同じぐらいですかね、まああの。今年の2月の大寒波が嘘のようです。今回は宇宙でのバイオマニュファクチャリングを目指している センミダファクトリーという会社を紹介します。このセンミダファクトリー実は三菱重工が出資してます10月28日に発表したんですけども下に三菱重工バイオ技術で脱炭素ソリューションを提供する米センビダファクトリーにセンビタファクトリー社に出資というリンク先を貼っておくのでご覧になってください。 この会社本社がヒューストンにあって三菱重工もアメリカの本社がヒューストンにあるのでそのヒューストンつながりで目をつけたと思われますバイオマニファクチャニングというのは簡単に言うとバイオベースの技術を使ってさまざまなプロダクトを製造するということだそうですこれ宇宙特に火星において このバイオマニュアクチャリングをまだまだ、えー、従業員も50名以下の小規模なスタートアップ企業ですけれどもコアバリューは合成生物学、まあ、あのバイオ技術を使って微生物に新しい能力であるとか機能を持たせるようにする技術を持っている会社です。まあ、これ英語で シンセフック・バイオロジーというそうですけれども、まあ、そういう会社ですでその合成生物を活用して CCSCCS というのはカーボン・ダイオクサイド・キャプチャー・アンド・ストレー,ージの、えー、あた頭文字を取った言葉ですけれども、えー、CO2、まあ、二酸化炭素やメタンなどの回収、えー、貯留技術や バイオマイニングを得意とする会社です彼らのこの CCS を紹介すると彼らはですねこのバナナに注目したということですバナナが熟成するときエチレンというのが生産されるんですねそこのバナナからエチレンを形成する酵素の遺伝子を取り出すことに この会社は成功しましまた。これは CO2 二酸化炭素を食料とできる微生物を作り出すことができこれによって CO2 と水をバイオエチレンに変えることができる微生物を作り出すことができたということなんですね。ちょっと難しい話なんですけどもまたこのバイオマイニング 特異、まあまあ、とするんですけども、まあ、これは、えーまあ、生物の力を活用して、えー、例えば、あのー、鉱石から金属を、まあ、溶かし出す技術につながってるんですって、まあ、実は、まあ、地球上で行われているこの、えーまあ、採掘作業というのはですね、あのーまあ、産業排出量の7%から8%にもなっているということです。 そこでこの微生物の力を使って、えー、マイニングチェーン、まあ、あのマイニングのサプライチェーンあるいはまあバリューチェーンのことですけどもこれ全体に、えー、要はあの炭素を抑えた低炭素でコストエフェクティブな何、えー、て言うのかなソリューションを開発していると開発できるということだそうです。 先ほど申し上げたこの宇宙でのバイオマニファクチャリングこれは空気からこの CO を取り出すということでえ特にあの火星というのは火星の大気の中の主成分が CO なんですね。それでえこの水を電気分解して H2 水素と O2 を作ると。 でこの CO2 をこの微生物はグルコースに変化することができるそうです実際例えば宇宙飛行士というのは1日あたり CO2 を 1kg 排出しているそうですでこの CO2 を利用してグルコースに変化することでこのグルコースは その宇宙にいる宇宙飛行士であるか宇宙旅行者の食料にもなるしあるいはアミノ酸などのさ、えー、まざ、あ、まな、えー、そしてですね、まあ、複雑な栄養素を、えー、こう作る、まあ、微生物の食料にもなるということです。えーまあ、要はですねこの技術というのを、えーまあ、国際宇宙ステーション ISS で、まあ、この会社は実,実証したいと。 ホームページに書いてあります。まあホームページのリンク先も下に貼っておきます。えー、まあ人類がですね、あのー、まあ例えば、えー、この温室効果ガス対策といったですね、こういう微生物のまあ力をこう有効に活用することで、えー、まあ新しいプロダクトをこう生み出すという、まあ、こう斬新な発想ですね、えー。まあそういった会社です。まああのー。 イーノンマスクも火星を目指して、火星にね人類を移住させようとしています。そういう時に、この会社の技術がま大いに役立つと思われます。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。